就任3日目となる舛添知事が東京都の2014年度予算案の策定に向けて動き出しました。予算の最終判断をする知事査定が今日から始まりました。知事査定初日の今日、舛添知事は財務局から各局の予算要求について説明を受けました。都では例年1月初旬には知事が事業の必要性などを判断する知事査定を行っていましたが、今回は知事不在の中、職務代理者の安藤副知事が予算の暫定案を策定。新知事が就任したことから知事の査定に入りました。査定では知事の意向を反映できることから、舛添知事は小さな額かもしれないが、それぞれの分野で公約を反映し舛添カラーを出したいとしています。知事査定は3日間行われ、18日に予算案を発表し、今月末から始まる都議会定例会で議決される見通しです。